さあ長い隊列がグリッドへと集結しました。スーパーキッズクラスプレファイナルヒート、スターティンググリッドのご紹介をしてまいりましょう。ポールポジションからスタートはゼッケン81番中井インターサーキット岩水瀬奈、2番グリッドからスタートはゼッケン43番中井インターサーキット水垣玲、3番グリッドからスタートゼッケン20番樋口レーシングチーム丹羽俊也、4番グリッドからスタートはゼッケン50番ピーターパン中西瑠衣、5番グリッドからスタートゼッケン13番中井インターサーキット石田海、6番グリッドからスタートはゼッケン57番中井インターサーキット遠藤亜希、7番グリッドからスタートはゼッケン39番中井インターサーキット伊豆ガレージ C 原口作也、8番グリッドからスタートゼッケン5番レーシングチーム YRHKS 中島 CU、 9番グリッドからスタートゼッケン70番中井インターサーキットリアン・ヒューゴ、10番グリッドからスタートはゼッケン78番中井インターサーキット宮原大元。11番グリッドからスタートはゼッケン87番中井インターサーキットサポーテッドバイ SPS 市川雄志、12番グリッドからスタートはゼッケン17番中井インターサーキット田村慎之介、13番グリッドゼッケン23番樋口レーシングチーム丹羽健志、14番グリッドゼッケン55番チーム美濃島尾関つばる。さあ各社エンジンに火が入ります。この後フォーメーションラップへと入っていく24台のマシーン、15番グリッドからスタートはゼッケン10番ランシンチャイ・ジー・チェン、16番グリッドスタートゼッケン19番中インターサーキット水垣ルイ、17番グリッドからスタートはゼッケン2番中インターサーキット松本と、18番グリッドからスタートはゼッケン7番ピーターパン坂本相馬。さあグリーンフラッグが振られ、各車フォーメーションラップへと入っていきます。19番グリッドからスタートはゼッケン69番ピーターパン柳瀬カウアン、20番グリッドゼッケン18番 T スタイル加藤健、21番グリッドからスタートはゼッケン11番ランシンザン・フェイセン、22番グリッドスタートはゼッケン26番 T スタイル鈴木風が、23番グリッドスタートはゼッケン71番ハンソンレーシングチームグローバル中大戦、24番グリッドスタートはゼッケン38番 T スタイル宮地壮介。さあこのプレファイナル24名のドライバーで争われます。さあパレードランを終え、先頭が今最終コーナーを立ち上がってくる、間もなくポールポジションへとグリッドへ着きます。まずは岩水がグリッドロックオン、セカンド43号車水垣レイも今グリッドへと着きました。さあ隊列の後方は最終コーナーに差し掛かるところまで伸びている。さあメカニックは退避。さあここまで二人三脚でやってきたドライバーとメカニッククルー、ここからはドライバーへと託します。この後のファイナルへ向け、このプレファイナルヒート間もなくスタートとなります。クルーは退避、あとはドライバーへと託します。さあシグナル注目していきましょう。レッドシグナルからグリーンに変わってレースはスタート。さあいいスタートを決めていったフロントローム2台横並び。さあそんな中いい加速を見せていったのは43号車の水垣レイがポールショットを決めていった。3コーナーを回り上り勾配ストレート。さあここからは上り勾配加速勝負、トップ陣は3台のマシンが1つのパック。さあ再び岩水がイン側へ飛び込んだ、5コーナーで奪い返した。さあさらにその後方からは丹羽俊也。さあ三つどもえのバトルとなっている 8コーナーから9コーナー。さあトップは岩水バックストレート加速勝負、すぐその後方には水垣もつけている。さあダブルヘアピン1つ目、きれいに各車1つの集団となって右へ左へと切り返していきます。オープニングラップ非常にきれいな隊列を組んでのレース、
さあ順位入れ替わりがありましたが戻ってくれば、さあここでわずかに上水が前でした。水垣がいい加速を見せ、1コーナー2コーナーで飛び込んでいったか。さあ視界から少し外れましたが、どうやら水垣が前に出たようだ。上り勾配ストレート、ここから加速勝負。さあ3番手の庭俊也がいい加速を見せて一気に2番手。さあ5コーナー三つどもえのバトルは続きますが、その後方4番手争いも非常に激しいバトルが繰り広げられている。先頭の3台がバトルをすれば後方のドライバーにもチャンスはあります。バックストレート、さあレースをリードしているのは43号車水田綺麗、2番手には庭俊也、3番手に岩水がつけています。さあその後方も一つの中段へと連結されてきた。トレイン状態で最終コーナー立ち上がってくる。コントロラインをトップで通過していったのは水垣だ。さあこのプレファイナルヒート10周で争われる、このプレファイナルヒート序盤から非常に激しいバトルが繰り広げられている。さあオーバーテイクポイントでもある5コーナーが迫ってくる。さあトップ5少しばらけてきたか。トップの水垣と庭俊也はテールツーノーズ、激しいバトル。さあ今ちらりと後方を振り返った庭俊也が仕掛けていくか。ラインを少し変えたがここは飛び込まない。さあちらりとラインを変えてきた庭俊也、しかしその後方では81号車岩水も狙っている。その後方でも続いている。さあこれトップ6確認していきましょう。トップは水垣、2番手には庭俊也、3番手には岩水瀬奈、4番手に中西瑠衣、5番手には遠藤亜希、6番手には原口が上げてきました。そして5番手の遠藤亜希が先ほどのラップでファステストをマーク。さあトップ争いはこれはもう非常に面白いことになってきた。現在トップは水垣ですが、すぐ後方には庭俊也、その後ろからも岩水が迫ってくる。さあ非常に見応えのあるこのプレファイナルヒート。さあトップ2接近戦、少し間合いを空けて、さあトップ中段は5台でのパック、その後方からも接近している。さあこれは最後までわからない。43号車水垣が今コントラインを通過、レースは残り6周。後方では少しばらけてきたが、先頭は依然密集している、接近戦を演じているトップ5。さあここで少し動きを見せたマシンがいる。現在おっとここで庭俊也が 5コーナー飛び込んだ、サイドバイサイド。さあ6コーナー7コーナーそして8コーナーではアウト側になる。さあここでインナーに飛び込むか、庭俊也飛び込んだ、バックストレート前で姿を現したのは庭俊也だ。さあその後ろはもうトレイン状態、さあもうこれは完全に一つの集団となってきた。トップに躍り出た庭俊也、後方のプレッシャーに耐えなければなりません。レースはまだまだ中盤戦から折り返し。さあトップで庭が戻ってきたが、さらに水垣がいい加速を見せていく。1コーナー横並び、2コーナーどうだ。さあ2コーナーサイドバイサイド、さあアウト側から仕掛けていった水垣ですか、どうだ、水垣が前に出た。さあ庭俊也、さらにその後ろ岩水とのバトル。さあ後方からも虎視眈々と狙っている。さあ5コーナー、さあ赤いマシン岩水が2番手と上げてきた。さあ目まぐるしく変わるこの順位変動、スーパーキッズ、まさにスーパーキッズという名に恥じないレース、プレファイナルヒート、決勝ヒートに向け激しいバトル。さあ4番手争いもフォーメーションを組むかのようなサイドバイサイド。さあまずは最終コーナー立ち上がってきたのは庭俊也。さあ後方水垣対岩水、さあ岩水が前、さあ水垣が前ですね。水垣はストレートから1、2コーナー、ここが速い。さあ上り勾配加速勝負。さあトップ争いは3台に絞られたか。トップ争いが三つどもえ、4番手争いが4台のパック。さあその後方からも5台のパック、もうそのすごいことになっている。5コーナー順位変動はありませんが非常に激しいバトル、その後方からも
各所でバトルが繰り広げられている。これはもうどこを見たらいいんだろうという状態になっているんですけれども、まあとにかくトップ争いがすごい。再び一つの集団になりつつあります。トップ争いは7台のパックへとなりつつある。そんな中プレッシャーに耐えながら周回を重ねている岩俊也。さあ2番手水垣、さあ1コーナーで飛び込んだ。さあ水垣が前、ここに来て水垣は再びトップ奪い返した。目まぐるしく変わるトップ争い、2周と続かない、この3日転換にも満たないこのトップ争い、激しく入れ替わる。さあトップ争いは一つの集団、7台のパック、この7人のドライバー誰が前に来てもおかしくない。さあ再び丹羽俊也、バックストレッチイン側に陣取ったが、いい加速を見せていくのは水垣だ。さあしかし丹羽俊也イン側飛び込んだ。さあここからクロス取れるか水垣。最終コーナーからストレート 1,2 コーナーへを仕掛けていくのが水垣のこのレースでのスタイル。さあ最終コーナー立ち上がってきた。丹羽を先頭にレースは残り2周。さあイン側のさらにイン、水垣が攻めていく。再び 1,2 コーナーでポジションを奪う。インフィールドで丹羽俊也がポジションを奪えば 1,2 コーナーで水垣が前になるという、まさにパンチの応酬。さあ上りの加速では丹羽俊也がいい加速を見せていく。さあ再び順位が入れ替わった。これは歴史に残る名バトルじゃないでしょうか。さあ丹羽俊也プレファイナルとはいえ非常に激しいバトル、この後の決勝ヒートにも期待ができます。さあ丹羽俊也バックストレッチ、さらにその後ろからは水垣が狙っている。3番手の岩水も遠藤も原口も、さあ誰にもまだチャンスはある。しかし無情にも周回数は残りわずか。さあ丹羽俊也が最終コーナー立ち上がってきた。レースはファイナルアップ。さあ水垣が今度はアウト側から仕掛ける。さあ1、2コーナー、今日何度か見たシーン、水垣が前。さあここで水垣がこのままトップチェッカーを受けることができるか。丹羽俊也ここから意地を見せるか。さあ上り勾配、いい加速を見せているのは丹羽俊也だ。ぴったりバンパー張り付いている。さあ5コーナー、ここはまだ飛び込む隙はないか。さあ後方も接近してきている。3番手の遠藤、そして4番手の岩水も近づいている。これは最後の最後までわからない。さあバックストレッチ、さあ水垣がダブルヘアピン1つ目、そして切り返し、きれいにラインをトレース。これはこの状態ではなかなかオーバーテイクは難しい。さあきれいなトレイン状態のまま最終コーナーを立ち上がってくる。さあトップで帰ってきたのが水垣レイだ。水垣レイがトップチェッカー。2番手には丹羽俊也、水垣との激しいバトルを繰り広げた丹羽俊也が2番手。3番手には遠藤明、4番手には岩水瀬名、5番手には原口拓也、6番手中島志優、7番手中西瑠衣、8番手には石田海、9番手にはリアン・ヒューゴ、10番手には宮原王元、11番手市川、12番手にはゼッケン17番田村慎之介、13番手チャイジーチェン、14番手には丹羽健志。